はい、どうもです。皆さん、イカゲーム知っていますでしょうか。まあ、最近ね、かなり話題になっているネットフリックス初のドラマなんですが、まあ、内容はね、僕あんまり詳しいわけではないんですが、まあ、殺し合いのバトルロワイヤルとか、今際のアリスとか、あとはカイジとかライアーゲーム、あっち系の作品らしいですね。結構有名なのはこのだるまさんが転んだのシーンで、人形が振り向いて動くと撃たれて死んでしまうっていう、はい。でね、まあ、有名な作品が出たら途端にそのゲームが生まれまくる。はい、こちらロブロックスでございます。もう著作権アウトのもう代名詞、見て、もうこんなにあるんですよ、イカゲームが。しかもなんならゲーム内容がね、このドラマ内容が、まあ、ゲームをするっていう、で失敗したら殺されてしまうっていうのがあるので、まあゲームと相性いいんだろうな。なんでこのイカゲームを再現したゲームがいっぱいあるロブロックスに、今回それをしっかりやっていこうかなと。さあやってみようか。とりあえずこれが今ロブロックスの中で一番人気の多いイカゲームっぽいんだけど、まあパッと見日本語対応しているけど、これ1分20秒後に始まるって感じか。で、僕このイカゲームをね、ドラマを見ていないんですよね。ゲームでしっかり学んでいこうかなと。ただちょっとだるまさんが転んだは知ってるわ。そこで死ぬっていうシーンだけ知ってるんで、なんならそのためだけでやってると。はっはっは、戦士いるじゃん。何これ、こういう何ドラマなの、イカゲームって。もっとこうなんかね、緑のこのジャージ着た人間がビジュアルになってきた。やるイメージなんだけど、戦士いる。これ1のやつ130勝してるって意味？めちゃくちゃイカゲームのプロがいるじゃん。で、2が111勝と。イカゲームへようこそ。あ、日本語ちゃんとある。これすごいね。これは多くのゲームの最初のものです。レッドライト、グリーンライト。はいはいはい。反対側に行くとあなたは安全になります。これ知ってるわ。これ今進んでいいんだよな。これで赤信号で止まった方がいいと。あ、ちゃんと銃殺されんだね。この間進んで赤信号が止まると。結構これタイミングシビアだな。緑でもう止まろうか、早めに。オッケーオッケー。これジャンプしたやついない？これいいの、ジャンプするやつ。早くなった。みんなルール守ってる。ジャンプして、ジャンプして止まると。なんでジャンプ。そう、それジャンプダメでしょ。ダメでしょ、ジャンプした。これいいのかな、ジャンプ。あ、ジャンプ OK なんだ、判定。緑で進んでいって赤。はい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 。あ、結構こいつやっぱ慣れてんな、みんな強えな。緑で進んでいって、あははは、今動いてなかったぞあいつ、なんで死んだ。これすごい再現度。やばいやばい、はい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 。なんかめっちゃ動いてるし、もう。何これ。あ、ゴールしたらこうやっていいのかな。とりあえずゴール。一応ここで一面クリアって感じか。すげえフォールガイズっぽいな、やっぱり。すべてのプレイヤーが終わりに達した、または亡くなったようです。シュガーハニカムへようこそ。行に従ってクッキーをカットしてください。クッキー来れた場合、あなたは排除されます。なんだろう、クッキー。あー、なるほど。で、これでいいのかな。はい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 。これ失敗しかないよな。はい、綺麗に取れました、星形が。死んだやついるんだ今ので。ここまでおめでとうございます。休む時間です。ほう、休憩時間ってこと。他のプレイヤーと同盟結ぶことをお勧めします。どういうことだろう。同盟できんの。同盟しよう。おやすみなさい、甘い夢。わかんねえ、この辺りわかんのかな、ドラマ見てれば。115秒。何これ。同盟、こんにちは。ああ、言うの忘れます。あなたは保護のために野球のバットを手に入れます。最強の者が夜を生き延びますように。ってこと。ああ、な、殴り始まるんだこれ。はっはっは、やめろ、くんだくんだ。同盟潰そう。そういうことね、これ。こっからも殴り合いになるんだ、これ。ゲーム関係ねえじゃん、あんまり。ミニゲームじゃないんだ。一旦逃げたい。カメちゃんできん？カメちゃん。いやー、もう登れん、これ。これ死んじゃうんだ、これで。リスポーン。あ、金が足りないとリスポーンする。こいつずるいっしょ、これ。鎧着てるから。明らかに違うじゃん、耐久性が。あー、で、これね、混戦になってると。殴り合って、そうじゃないプレイヤーを見ると。なんだよこれ、これずるくないこれ。上地点強いんだ。みんなここで、アンチ取ってるんだね。やっぱ高台有利なんだ。エイペックスもそうだもんな、同じバトルアゲーム。
高田有利だから上ポジション。どうもイカゲームのプロです、お願いします。もう余裕よ、7ジャンプできるわ、7ジャンプできる余裕だ。もうこんなもんよ、プロになっちゃえばこんなもんすよ。ジャンプして進んでいって止まると、これよね。あれ判定 OK なんだ。バク転すればギリしのげると、結構シビアなゲームだね。イカゲーム、なんだこいつ、なんか来た、これ煉獄さん来たわ。なあ今のせい、あっぶねえ、煉獄さんがめちゃくちゃ邪魔してくんだけど、この一面はな、もうさすがに負けたじゃないよ。こいつがやばいんだけど、煉獄さんがねえ、この煉獄さんちょっと喧嘩とこうか。クソ邪魔してんじゃん、まあ、煉獄さん生きてやがるか、強いんだよキャラコンが。で、問題は次の面だな。あ、みんな分かってんだ、やっぱ。上ポジ強いって。登ってこないんであれば、ここで待つ。これ丸いんじゃない相当。で、1分間しなければ OK よな。80秒。くんだくんだくんだ。そう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 。そう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 。で、くんなって、くんなってだから、お前くんなって、こっち。そう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 、それでいい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 。オーケーオーケーオーケー、いいよいいよいいよ、いいよいいよ。よちょ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 。くんなって。くんなって。くんなって、こっち。いったいこ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 、あーぶねー、煉獄さんいる、煉獄さん、ああいつ死んだか、煉獄、あはははは、嫌がる煉獄さん、イケイケじゃん、なにあいつ。さあこれ3面超えたんじゃないか、起きて次のゲームの準備してください。次のゲームは綱引きです。はいはいはい、ボタンが表示されたらできるだけ早く押してくださいと、クリックトゥー、こうね、今押して、今押してる、今押してる、俺今多分押してるよね、今ね。いや、押してんだよね。ちょ、待て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 。そう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 。そうそうそう。そうそうそう。どっち勝った？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 立っていますか？印象的。わかんねえ、どっちが勝ったか。ガラスの橋があなたの前にあり、正しい道を選べか落ちる。あ、一応忍びたんだ。煉獄さんも生きてんじゃん。こいつら強えな。これは、なるほど。先に行ったら不利か。みたいな感じ。どっちから落ちるって感じね。あー、今ので左クリアってこと？ OK だよね。あー、キャラコンだ完全に。一個一個行く必要あるし、なんなら、煉獄行け。お前行け。お前。煉獄行け、お前。ほら、ほら。あ、左 OK？ これ、6つ！お前行くなら俺も行くぞ。今煉獄さん行ったな。左がオッケー、左がオッケー、左が、右が、右オッケー、左、行くしかねえ、わかんねえ、どっちかわかんねえけど、行くしかねえ、行ったたたたたた、煉獄さんの今、屍を越えていった俺が、邪魔できんこれ。はっはっは、無理か、あーくそ。あーくそ。さあこれ残り5面になった。いやー、煉獄さん落ちちゃった。ちょ、ライバルのな、俺が、ちょっと次だいな。あ、もう一体減ったな、今。土壇場で。さあ、これ残り4名まで残った。あなたはドリルを知っています。なんだ、ドリルって。GL。わかんねえ。わかんねえ。わかんねえ、これ。ただ、なんかやばい気な気がする。こう来るってことは。攻撃かな。いや、武器はない。あ、消えた。ベースボールバット。またこれかよ！結局これかよ！ただ人数少ないから、このベースボール今回は全然、問題ねえよな。3名かな？え、3名のこと減ってない？こいつ、お前やりやがったの誰か！さあ、次のゲーム。すげえゲーム数ある。次のゲーム、ビー玉へようこそ。このゲームではビー玉の量が偶数が奇数かを。なるほど、当てるんだ！推測を間違えるとビー玉が2個なくなります。あんたが正しく推測するんであれば、1個のビー玉を得るでしょう。ビー玉を使い果たしたら、排除されますと。わかりました。4ラウンドあります。これよくできてんの、このゲーム。え？ビー玉5個。5個は奇数だね。おー、正解した。え、これガチな運ゲーじゃん。何これ？これ運ゲーすぎん？何これ？ないもん、ビー玉が。え、奇数。いや、偶数かい！どういうこと？奇数？動けないんだよな、これ。
おーっしゃー、ちょ目の前で言ったぞ今。これなんか原作分かったら分かりそうだな。ちゃんと本編見てたらイカゲーム。何も分かんねえんだよ俺これ。あー危ねえ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 。一応あれな、ネタバレ注意な。みんなよくできた。ビー玉が0個以上あります。はいはい、だいぶ遅れちゃいましたが、一応ね本編楽しみたい方はね、今この実況見ない方がいいかもしれない。いやまだ生き残りいるわ。ただもう今のでドリルを知っています。あとも怠慢じゃない俺こいつと。なんなら最後ゲームでな、あいつと決着つけてえな。さあ一応これでラスト、もう俺とあの赤い髪の女の子のみじゃないか。あ、これ俺なんだ。でウィン1。あーなるほどね。じゃ最終生存、あそこで敵倒してもいいし、そのまま行ってもいいと。以上ロブロックス、いやイカゲームでした。なんか思った以上に、まあ、クオリティ高くてびっくりしたわ。なんならこのダムさんが転んだ、これが一番面白いわ。あとはまあ他のゲームもちゃんと、まあ、本編見ていればいろいろわかるんでしょうけど、まあ、それまたね一個の。あいつすげえな、乗ってたスカートに。楽しみとしておきましょうか。一応最後にこれ動いたらどうなるんだ。はいはいはい、死んでみようか。おい、一瞬で死ぬね。一歩でちゃんと死にますと。なかなか深いゲームだったな。